今日のゲストは織夏香プロです。よろしくお願いいたします。今2ホール終わった時点でマッチイーブンハンデをいただいてて、10ヤードプレゼント、ちょっと性格の悪い動かし方をしてやろうと思ってるんですけど入ってなかったら入れちゃおうかな。止まれ。使えばよかった。使い方分かってきたわ一気に緊張感が増してきた。バーディー取りたいな。バーディー取りたいですねそういう戦いがしたいです。あーすごい悔しい。一回入って出てきましたはい、レッドライスのマンブリエブリデー始まりました。ということで今日のゲストは、堀夏香プロです。よろしくお願いいたします。ということで今日は今マッチプレーでハーフ戦ってるんですけども、次3ホール目なんですけど、最初の2ホールは、堀夏香プロのなっチャンネルの方でやってますので、はい、そっからこちらに来ていただけると流れが分かるということでね、今2ホール終わった時点で、マッチイーブン、1個ずつ取り合って今イーブンの状態です。なんとか9ホール戦えるように俺も頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。調子はどうですか？そうですね、調子自体はそんなに悪くないと思いますので、うん、はい、頑張ります。あ、ちょっと本当すごいショット打つんで、いやいや皆さん参考勉強になるんで最後まで見ててください。よろしくお願いします。T は2人とも白 T から、今日プレイしてます。あともう一個、ハンデをいただいてて、そのハンデっていうのが10ヤードプレゼントってことで、僕が10ヤードいただきました。でグリーン以外の場所で自分の球でも、なっちゃんの球でも10ヤードハーフのうちに10ヤード好きに動かせるってことで、ちょっと性格の悪い動かし方をしてやろうと思ってるんですけどまだ使ってません。まだ発動してないですよ ね。10ヤード残ってるんで、どこで使うかそれも見どころになってますんで、よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと行ってみたいと思います。フォローですかね。フォローなるのかな。右からフォローっぽいな。私レッドライスさんの見て決めよう。だいたい2番手の特権。ピン位置出てるんでしたっけ。ピンポジまで確認するあたりがやっぱりもう上手な人の。あー、センターが14。微妙だなこれ。フォローかな。完全に勝ちに来てますよね。すっげービットインな感じなんだよな。でもいや、9番アイアンでいきます。9番アイアン、飛ぶ。ドローしろ、ドローしろ。風、ドロー。全然見えない。ちょっと手前ですか？手前、手前目だった気がします。やっぱ思ったクラブ間違えましたね手前乗んないでくれ。思ったよりフォローがないんですかね。ねえ、横からって感じかな。わ、すごい流されてる。風強いな。すごい流されてる。バンカー？バンカー付近ですか？バンカー付近ですね。入ってなかったら入れちゃおうかな。なんかでもプロはバンカーの方が得意だったりするからね。あれ見えないね。見えないですね、ボールが。手前なのかな、ラフなの。そんな手前だったかな。でも手前のラフだったんですかね。で、うん、手前のラフかもしれない。もうちょっと飛んだように見えたけどな。だいぶショートですかね。なんかもうちょっとグリーン側だったように見えたんですけどね。その辺っぽい、はい、花道あたりかな。あ、あった、ありました。それですよね。そこのあのくぼみの。あ、あったあったあった。はい。じゃあちょっと俺先打つんで、まだ打たないでくださいね。あ、わかりました。はい。止まれ。え？ちょっと待ってくださいよ。使う可能性ありますよ。これどうしよっかな。いや絶対ここは使わなくてよくないですか。いやだってこれ寄せワンされちゃって綱位置やられちゃったら。そうですね、絶対勝てないから。ここっていう手もあるよね。ここ
何ヤード2ヤード目使います、ね、2ヤードぐらい使えるね。ごめん、ちょっと待って、ちょっと悩んでますから。まあいいでしょ、使わないでいいでしょ。いや、優しい。いや、それにしてもナイスアプローチですよね、いやー、すごいプレッシャーなんですけど、これじゃあここからでいいってことなんで、ちょっと、はい、ありがとうございます。ええ、うまっ。使えばよかった。止まって、あ使えばよかったよ。やっぱか、いや、使うべきだったね。舐めたね、今俺ちょっと優しさに救われたかもしれないです。いやー、これ使えばよかった。使い方分かってきたわ。このルールが分かってきたな。もう OK です。 OK いただいていいですか、はい、もう OK いただきます。ナイスパーです。ありがとうございます。すごい、なんだろう、一気に緊張感が増してきた。これ入れないとダメじゃん。絶対に入れないとダメじゃん。おー、ナイスパー。危ない、ありがとうございます。やっぱ使っとけばよかった。いや、優しさにね、救われましたよ。ああいうとこなんだね。ありがとうございます。よかった。なんか大会とかは近々出る予定はないんですか？うん、いや、コロナ前に少し出て、はい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 、で競技やりたくて、でもコロナになって今休んでたんですけど、うんうん、来年は出ようかなと思って。あ、もう来年はもう無謀にもう、ね、とりあえず出ないと上手くなんないってみんな言うんで。やっぱ大会ね、そうですよね、本番でできるどこすごいとこ目指されてる。もう出ますよ。もう無謀に関東アーマーとかミットとかそういうのも出ていこうかな。日本アーマーに向けてみたいな。向けて、まあもうそこの予選を通るが目標ですけど。いや、でもこの感じでラウンドしたら、いやいやいや、日本アーマー出るなんて、それは絶対に無理だ。あ、もう絶対はないからね。じゃないです。可能性でしょうかね。ね、下手すると勝ちまであるかもしれない。いや、まあ、そ若干の濁した反応に正気勝つまであるかもな。いやー、ありますね。そうなんですよ。いや、でもすごいな。今までいろんなものを見漁ったり、いろんな人に教わったりして、やっぱいろんなことをやってきたんだけど、今ちょっと一人の先生に同じこと決めて、その先生をメインで、それに関しての他の人のアドバイスも聞くけど、フェードに関しての。でももうそこ徹底して、1ラウンド全部スピンは R、右スピン以外かけないっていうようなイメージで、スライスしても OK ぐらいの気持ちで今。やりすぎるのはいいってことですね。うん、ただもう、いいとこ行こうか何しようか、ドローだったらもう、左スピンだったらもうダメっていう感じで今やってるんで。え、結構見てる、クワットとか見てますか？そのクワットとか、クワットとかは使ってないけど、まあでもなんかそこにあるやつで、機械がね、うん、そうですよね。じゃないと R とか L っていう値が出ないんで、これはやってるなと思います。今一番欲しいものはクワット。クワット。もうサンタクロースにお願いしようかなと思ってる。クワットをクワットくださいっつって、うん、いやでも私そのコーチがクワットを結構使ってて、うん、それ使って練習すること多いんですけど、うん、いいですよ。ですよね、はい、もう超楽でしょ。置いてそこで全部見れるし、今ツアー会場でも結構使ってる女子も、ねね、めちゃくちゃ高い。もうだってコーチも大事なの書いてますね。あの1個目の木の上ぐらいを狙います。しょー、ちょっと右、あ、右に切れてきて、バンカー手前ぐらいですか？あの辺、そうですね、方向的にはあのバンカーの方向だったので。ナイス。はい、ありがとうございます。弾道って普段からあんまり高くない？あ、そうですね、私ちょっとこう中弾道目で、いい段で転がっていく球の方が、なるほどなるほど、回転数だと本当そんなに多くないです。3000いかないぐらい、はい、ですね。いいな。だから雨の日ちょっとね苦しい。あ、そっかそっか、雨降らなきゃいいなってちょっと思うみたいな。なるほどね。ここに落ちた跡があります。あら、本当だ。あ、あった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 。あ、前行ってる。前にありました。イエイ。やっぱ行いがね、いいですか。よいしょ。
ございます。ちょっとこの木やべえな。フェード、このライじゃフェードしねえかな。これ木邪魔なんですか。木邪魔っすね。あ、でも、あれ動かせるんじゃなかったですっけ。あー、そっか。10ヤード分。もうここで10ヤード使いたくねえな。でも10ヤード1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、ここまで一応来れるわ。え、ここで使っちゃったら、でも全部使ったらもう意地悪できなくなっちゃうからな。いやでもあのライフェードしねえだろうな。どうしようかな。でも風が左から旗が、風をじゃあ利用して、利用して7番でいきます。おー、あ、ちょ、思ったより右出たけど、で右からキックし、右ラフに大丈夫です。はいはい、よいしょ、はい。3打目、3打目、はい、風が上げてんだかほろってんだかよくわかんない、ね、なんかちょっと難しい、ぐるんぐるんしてるね、回ってる感じですよね。この方向だけは多分あるけど、それがアゲンストフォローか、難しい感じですね。ね、まあ、でもここパー5だからな、バーディー取りたいな。バーディー取りたいですよね。そういう戦いがしたいですよね。どっちがボギー取ったみたいな。そういうんじゃないですよ、ね。はい、なんか状況は難しいけど、それでもちょっとこうバーディー取っていきたい。あ、右出ちゃったよ。ちょっと右出たの、あ、なんか変なキックした。なんか右にキックしました ね、 ね、乗ってないかも今のは。あ、うま、ナイスです。ありがとうございます。やばいな。いや、これはバーディーやられちゃいそうだな。あー、右出すぎたよ。あー、でもスピン効いてる。あー、やっぱこれはチャンス。とりあえず入れないと絶対に負けちゃうから。よし、入れてプレッシャーかけないとな。いやー、これは、どうだ、うわー、入れてきた。よし、何それ。まあでも、ありがとうございます。まあでもこれはプロは入っちゃうよ、こんな距離。絶対に。まあまずはね、まあ、これで捉えたらしょうがないって。あっ、おお、一回入ってましたよね、今。一回入ってましたね。なんだろう、すごい悔しい。いやー、9ホールいけるのか俺は。優しい、優しい。いや、私は悪いパットじゃなかったんだ。狙ったとこに打ててたね。はい、いや、最後ヒュッて曲がっちゃった。風だね、風。いやー、ってことにしたいぐらいの心境です。風ですよ。マジか、助かった。はい、マッチプレー3番4番ということでね、やってきました。パーパー、両方タイトルパーパーだったね。で、はい、で、まだ、マッチイーブンのままということで、うわー、あー、もう見てる方にはね、すごいいい展開なんじゃないかなと思うんですけど。いや、ほんと今、いや、ナイスアプローチに今のナイスパットで、うん、いやいや、なんとか耐えましたね。いや、ナイスパーパーですよ、私、バーディーで。いや、かなりいい3打目打ってたから、あ、もうこれやられたと思ったんですけどね。か
回入って出てきました一回で出てきてね綺麗だないやまあそういうこともありますそれがゴルフですっていうことでね、なんとか俺も9ホールいけるんじゃないかなっていうことでこのまま耐え忍んで、いきたいなと思います、次の5番6番は、はい、なっちゃんねるの方で見てください。どうなるか乞うご期待ということで、次行ってみましょうか、はい、行ってきます。